はい、どうも東京トニーです。今回のテーマはまあズバリそこに、そう、世界観を作れ。これどういうことかっていうと、結構初心者帯の人とか中級者の人って世界観を作るっていうことがあんまり分かってないわけ。俺がよくコンセプトだとかなんかいろんなこと言っとるんだけど、でそれってなんでコンセプトとかね、世界観とかを作れって言ってるかっていうと、絵が下手だからこそ言っとるのよ。例えばさ、下手な絵1個しかなかったらそれってさ、単なる1個の下手な絵なんだけど、下手な絵がブワーって大量にあって、そこに調和が取れててバランスが取れてたら、それは一つの世界観っていうくくりになってくれるの。そう、だからごまかすために何か一つでも多くのものを描いておくと、いろいろその後に行きやすいんで。例えばさ、俺が俺よりも上手い絵師と絵の技術、まあ絵で戦った場合ってさ、同じ土俵だと負けちゃうから、じゃあその人ができなさそうなことを探してそこをついてみたりとか、そういういろんなさ発想ができるわけ。野球とかだってそうじゃん。ストレートを法則だってさ、まあ変化球とかコントロールとかいろんなところで勝負するわけよ、みんなね。でも初心者の人ってストレート遅いのに、ストレートの速さでしか勝負しないから、余計になんかこう負けやすいんだよ。だから世界観っていうものをちゃんと作って構築してあげると、たとえね、自分よりも絵が上手くても、まあそういう世界観とかで、まあ自分の下手な部分とかをごまかしながら、いい勝負ができやすくなったりするわけよ。そんで、あとちょっとでクリスマス、まあちょうどいい時期ということなんで、まあね、最後に描いたポチャッコくん、この子にちょっと頑張ってもらって、まあ、コンセプトって一体どういうふうにまとめていって、何描きゃいいのか、みたいなところを、まあ教えれたらいいなと思います。ではどうぞ。はい。というわけでね、作画パートやっていきます。でクリスマス、クリスマスといえばそう、サンタさんだよね。というわけで今回ポチャッコくん、このポチャッコくんにサンタさんコスプレをしてもらいます。まず、まあサンタさん的なものといえば、まず帽子だよね。帽子、まあこんな感じで、でまあ大体こんな感じだといいかな、個人的に。で服とかもこういう部分をふわふわさせてあげて、でであとどんな感じかな、サンタさん、まあこの辺もふわふわしてるよね。ちょっとサンタさん調べてみます。よし、サンタについて調べてみました。まあ服装はね、割と、まあこんな感じの方が俺好きだな。こんな感じにして、この部分ふわふわにして、ふわ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 。でこれをやると、ここに大きなね、ボタン調のものができるので。だいたいこんな感じにして、この部分もふわふわだといいな。ふわ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 ね。でこっちも同様にふわふわ。でサンタさんといえば、まあ当然袋持ってるよね。袋、というわけでこっちの手はちょっと袋を持たせようかな。こうやってこの部分だけこうやって変えてきて、こうよこうよ。でふわふわ。で袋。まあこういうちょっとしたなんかうまいところはなんかできたら見逃してください。なんか袋そんな風に描けねえよとかって言われても、まあでもね、真似すやまあ簡単だから。まあざっとこんな感じ。
で、まあ、ポチャッコをこうやって書いていく上で、まあ、次に話を移すんだけど、じゃあクリスマスのサンタ以外の要素は何か。トナカイ、トナカイダメ、難しすぎる。ソリ、ソリも難しいよね。箱は、そう、おもちゃとかをねプレゼントする時の箱、箱なんてさ、この辺ぐらいにこうやってピーピーピーって書いてさ、まあ、適当に立方体とかを意識してこんな感じでさ書いときゃなんかそれっぽいよね。こう袋のリボンがこう割ってみたいな、わかるかな。だからこの辺ぐらいにあってもいいしなくてもいいしみたいな、その辺は自分の技量と相談して。で次に話いきます。はい、ここでちょっとしたおもちゃ使えます。じゃん、こちらビバリーっていうパズルメーカーが出しているクルリグラフっていうやつなんだけど、まあ穴にねペン入れてなんかぐるぐるやったら絵が描けるっていう優れものなんだけど、まあこいつ使っていきます。そんで今回は、まあ、H の穴2を使用していきます。こうやってね穴に入れてぐるぐると、じゃじゃん。でこれを今度拡大コピーしていきます。はい、それでね拡大コピーしてきたものがこちらになります。でみんなもさ絵が下手とか上手じゃないんだったら、なんかいろんなさなんか姑息な手段というものを活用してほしいよね。というわけで今回はねこうやってなんかこういろんな道具を使うわけなんだけど、でこれを別の紙に貼っていきます。はい、別の紙に貼っていきました。で次はねさっき書いたサンタバージョンのポチャッコ、こいつをペン入れしていきます。でペン入れしたバージョンがこちらになります。で今度ねポチャッコのこの周りを切っていきます。まあこのポチャッコのライン線に合わせてね。じゃあ切るところまで飛ばします。はい、じゃじゃん、ポチャッコ切り終わりました。こうやって見るとなかなか可愛いのではないのでしょうか。でさっき切ったやつとこの絵を組み合わせます。でここに絵がこう来てこう、これだけでねなんかぽくない？これでもうちょっと書き込みしていくんだけど、まあまずこの周りの縁、このラインをね緑で塗っていきます。これリースなんで、これを適当にババーっとね。はい、とりあえずリース緑で塗り終わりました。でもこれだけだとちょっと味気ないよね。というわけで東京都にまた一つおもちゃ買いました。バンシール、これ100均で売っとったんだけど、なんかね中には商標利用も OK みたいなやつがあって、でこれで飾り付けをしてあげる。でこういうの使うとなんか邪道とかっていう人いるかもしれないけど、まあ絵をうまく仕上げることが何よりも最優先なので、まあこれで適当に飾り付けをしてあげます。はい、適当にシール貼り終えました。あとこの中をねちょっと青く塗りたいから青く塗るとこまで飛ばします。はい、適当に塗り終えたのがこちらです。なかなか様になってるのではないのでしょうか。でこういう部分があるんだけど、これ別にポチャッコ上からこうやってペタって貼っちゃうからも、こうやってね、だからねあんまり多分気にならないと思うんだよ。最悪ここ青く塗りつぶしてこの部分だけ切ってもいいし、こうやってね多少下手でもさちゃんと全体像がしっかりしてれば結構様になってくれるんだよ。これがいわゆる俺が世界観っていうごまかしが大事なんだよってよく言う理由なんだよね。じゃあ今度はポチャッコの服を塗っていきます。はい、ポチャッコ塗り終えたよ。組み合わせるとねこんな感じになる。じゃーんつって、もしあれだったらこれこの部分気になるようであったらこうやって別に向き変えてもいいから、こうやってこうやってやったらまあまあ卑怯な手に見えるよね。そう、ポチャッコどうやったら隠れるかなという。
こうやってねポチャッコの位置をこうやって調整したりとかできるから、でこれだけだとまだちょっとこの部分味気ないから、この部分にもみの木を描いていきます。でもみの木の描き方の解説、こんな感じこんな感じで、でこうやって描いてあげます。でこの部分は全部緑に塗っちゃって、左右対称なみたいな感じになるようにこんな感じで、でこれでちょっと不安だなっていう時はポチャッコをこうやって当てはめて、どうやったらうまい具合に木の部分隠れるかなとかっていうのを探してあげます。例えばさ、ポチャッコこう置いたらさ、まあ木この部分欲しいよね、この部分にあって、でこう葉っぱがあるみたいなさ、これを適当に当たりを取ってなんか再現していく。まあ、とりあえずこんな感じであって、これね、うん、もうちょっとじゃあちっちゃい方がいいな、ちょっとこの作業飛ばします。はい、もみの木かけたよ。でこの部分を黄緑で適当にパーって塗って、ここも茶色で塗っていきます。でできたのがこちらになります。もうなんか見ててすごい適当なの分かるよね、なんか木が。でこれにポチャッコを組み合わせるとダン、こうなります。これでさ、もうメリークリスマスってどっかに行書体筆記体か筆記体でバッと書いてさ、そんでなんかここのバッグをちょっと暗くしたら、黒く塗ったら、もうそれだけでクリスマスイラストとしては成立するよね。だからこうやってたとえ二流三流の技でも組み合わせによってはなんかこうそれっぽくなるんだよっていう、だからね、世界観っていうのはそのぐらい大事なんだよっていうのがよく分かってもらえたと思います。では今回はこんなところで、はい、今回の講座はいかがだったでしょうか。みんなもね、探したら身の回りで使えそうなものってもっといろいろあると思うから、みんなもそういうものを使ってね、楽にそれでいて効率的に、まあ、見栄えのある絵を描いていってくれたら嬉しいと思います。では今回の動画はこんなところで終わろうかな。じゃあこの動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたねー。